よっしゃこんにちはこんにちは。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますやっぱり自分の顔の出し方がわからない。出たのか出たのかはい。ああ、出てた。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。なんかちょっと、ちょっとあれしますわ。共有の練習もしますわ。はい。えーっと、えー、っと。 えとえっこうか、こうか。で、こうすれば。あこれで見れてますはい。オッケーです。はい OK、でさざーす。いや、なんかちょっとやたらと緊張してしまってですね。あ、そうですねそう。そうなんです。あ楽しみにしてます。ありがとうございます。ちょっと頑張ります。<laughs> えっとね。 何て言うんでしょうあ、声別に普通に聞こえてますはい、大丈夫です。あ、じゃあ、OK です。はい。え完璧あ。ありがとうございます。そう、今日はですね、完璧で。んだよな、これ。画面共有すると、あれが消えませんこれ僕の環境問題かなあれが消えちゃうんですよ。<laughs> あれと、えっと、マウスカーソルが消えちゃうんですよ、僕。ああ。 あ、それはそうですね消えるかもしれないです。いいはい。あ、消えるかもしれない。あ、そうなんですね。じゃあ大丈夫です。で、僕今自分の右にあの参加していただいている皆さんのなんていうんですか、画像が見えてるんですけど、<ー>結果僕の<っ>僕が見えてるスライドの右側が見えてないみたいな通じますかね。<laughs> まあふ雰囲気でやります。大丈夫です。あ、大丈夫そうですかね。<laughs> あ、もう全然全然大丈夫です。あの。 ノリで、ノり,りと皆さんの,あの温かい感じで <laughs>、はい、乗り切ろうと思うんで、はい、<laughs> よろしくおちょっと今日朝、子供が寝違えて、朝一でお医者さんに行ってきて、はい、<laughs> ここ間に合うか分かんないと思って、えー、すげえ、そわそわしていた結果ええ、あでも全然間に合ったんで、結果オーライなんですけど。 ただそのテンパった感じがまだ残っておりまして、早口だったらすいません。早口だったら早いって言ってください。わいわい。あすごい、暖かい感じで。あもういいですね。ね暖かい、燃えてるけど、あ,そうありがとうございます。暑苦しいですね、なんかいいですね。<laughs> そうですね、キャンプファイヤーかちょっとみんなで燃や,燃やしていけ燃やしていくとあれだもん、燃料しそうだから楽しくやりましょう。<laughs> <laughs> いや、皆さんありがとうございます。今日横で携帯で見ながらなので,いいで、ねあ、なるほどはい なんか途中で質問とかご意見とかあればなるべく拾えたらいいなって思ってるんですけどあの、はい、というのもなんか何度かし何か喋ってるというか他の場所で喋ったものが含まれてるのもあって、はい、1>, なんか1回喋ったりすると自分の中で自明になっちゃったりするじゃないですか。はい だから、これ通じないけどみたいなことが自分でもう検知できなくなっていてです、ね、自分の認知がバグってるんで、わ、はい、かんないとかったらわかんないって言って、あ今、今、あれですよ、今来ていただいた方、全然まだ本編じゃなくて前座の雑談をしてるだけなんで <laughs> あの、おもむろに始まってるとか思わなくて大丈夫なんですけど、<laughs> あのまあ、そんな感じでちょっと自分のコンテクストがもう歪んじゃってるので、わかんなかったらわからんって言っていただいた方が助かるやつですね、今日は。はい、どんどんディスコードの方に。 はい、書いていただければ。あだそうですね、そうですね。はい。追いかけられるだけを追いかけようと思ってますんであ、はい、あので <laughs>。もしあの、の明確にこれ質問だなっていうものがあれば、あの終わってからでもあの私の方でこういう質問ありましたってあ。ありがとうございます。はい、それ、超助かります。あ、はい。多分途中の質問がないと、ちょっと早く終わるはず,はず,はずです。はい。あ わかりましたじゃあ、まあので、質問時間取れるんじゃないかなか、はい、取れるんじゃなないかなとか言って盛大にオーバーしたらごめんなさいなんですけど <laughs> <laughs> 一,応一応練習してるとちょっと早いぐらいの終わり方になるけど<あ>はい、わか,、はい、かんないな<あ>でも途中、換気余るとね、喋りたくなっちゃう場合があるんで、はい、あれですよね。すごい、皆さん来ていただいてありがとうございます。 ます励みになります。うわあ、さとりゅうさんだ。あ、こんにちは。どんどん喋っちゃってください。あ、楽しみ。あ、ありがとうございます。緊張するな。これ緊張しますね。ありがとうございます。すごい励みになります。励みになりますが、頑張ります。頑張ります。しっかり。あ、十一になりました。あ、もうちょっと一回静かにします。はい。はい、<laughs> はい。それでは、はい、次のセッションの方を始めていきます。<laughs> えっと、高橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、では狙いを取るね。 小さい課題にやめもくれるな、タウンワークアプリチームの改善の軌跡というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。えー、まず、こんにちはというので、最初に自己紹介しようと思います。えー、っと、ちょっと進行吸させてくださいね。えー、リクルートプロダクト開発、間違えた。リクルートプロダクト統括本部、プロダクト開発統括室、プロダクトディベロップメント室、あダメだ、行き過ぎしちゃった。HR 領域プロダクトディベロップメントユニー、あ、切れてる。 ユニット、えっ、ー、と、まず、あ、いかん、いろいろです。グループマネージャーをやっています。長いんですよね。いつも一息で言えるかトライして、だいたい無理なんですけど、無理になってきましたね。はい。<laughs> というわけで、あのー、何をやってるかっていうと、っていう話は後でするんで、一番最初に、えっ、ー、と、できればワイワイやりたらいいなと思ってます。で、ディスコード、今横で、携帯でチラ見してるので、えっ、ー、と、質問等あれば、えー、どしどしお願いします。あのー、わかんない。 とかあのこれ別の場所でちょっと話してるものとかもちょっと織り込んでたりするんで、なんか自分の中でこれが分かりやすいのか分かりにくいのかがもう自分の中でバグっちゃって言ってですね。あの皆さんからのフィードバックがとても重要になっております。みんなで作ればいい作れればいいなと思ってますんで、あの質問とかあればどしどしいただければという風うに思ってます。よろしくお願いします。で、このセッション、まあ開発現場の課題いっぱいありますよね。っていう話から始まる。んです けどまあ、バックログは都度変わるし、えー、次何をやったらいいかわからないし開発しようと思ったらドキュメントは古いし何なら嘘が書いてあるし書いてないことにはあれあの人には言ったつもりだったとかがあるしみたいないろいろ課題はあるわけですとでどれから解決するべきかっていうのは日々の振り返りやった時にこれどれやるっていうのは悩むしえっとこれはあのエンジニアさんとか マスターの人とか、プロダクトオーナーの人とか、あるいは組織のマネージャーの人とかで、それぞれどれやったらいいのっていうのは結構ばらけちゃうと思うんですよね。で、そういう悩みは非常に多いと思いますと。で、我々もごた分に漏れず悩んでおり、で悩んだ中で、えっと、このセッションの中では、我々がどういうふうに悩んで、何をどう選んで、課題を選んで、そして改善していったのかっていう話を、えっと、体験ベースでお伝えしたいと思ってますと。 まなので、えっと、これが正解だっていうつもりは元々もうともと盲統なくて、自分たちのコンテクストにおいては、これがベストだと思った、あとで間違えたなって思うこともいっぱいあるんですけど、っていうので、どういうふうに判断してきたかって、判断軸の参考にしていただければいいかなというふうに思っておりますと。で、えっと、最初に今日のスコープについての話をちょっとさせていただきたいんですけど、えっと、単語ワークのエンジニアチームって、大きく分かって ウェブチームとネイティブアプリをやっているチームがあって、ネイティブアプリをやっている,、えー、るチームは iOS チーム、Android チーム、QA チームみたいな形で、えー、QA の専属チームもいたりするんですけど、えー、こっち側のチームのアプリチームの話を今日はしますと。で、えーと、ウェブチームの方もさらにちっちゃいチームが分かれてるんですけど、えー、とそっちの、えー、と改善事例っていうのは、実は先日 XP 祭りの方で、えー、と話させていただいて、 えっと、そっちの話が興味がある方は、そっちもぜひご参照いただければというふうに思ってますと。で、えっと、アプリチームの中の話で見ると、えっと、アプリチームの話も、実は、えっと、いろんな改善をしてきて、これ今日の、えっと、こんなことを取り組みましたっていう取り組みの全体像をまとめてみたんですけど、えっと、なんだろうな、X 軸というか、まあ、時間軸を取ったときに、えっと、 Y 軸で上に技術的な話、下にプロセスっぽい話みたいな風、えー、にまとめてみると、えっと、なんでしょうね、まあ、いろんなことやってますと。で、いろんなことやってて、えっと、中には、これどっちか、IOSDC かなえっと、幸いに IOSDC でちょっとお話しさせてもらえる機会をもらったんで、えっと、チームのメンバーの人がそれぞれの取り組みを発表してくれてますと。 ねええっと、細かい技術的にこれをやって、こういうことをやりましたみたいな話は、あえてこの発表では触れず、えっと、これらの個々の発表内容っていうんですかねにな、なんでこれに取り組んだんだっけっていう話を、まあ、せっかく私、マネージャーという立場なんで、えっとま、マネージャー的な目線から、なんでこれをやったんだっけって話を伝えできればいいかなというふうに思ってます。 えー、とはいえ、なんか気になることがあれば、つどつど、えー、聞いてもらっても大丈夫です。えー、あれですね、そう、今これかって出てる、そう、これです。これが XP 祭りのやつですね。はい。では、改めましてよろしくお願いしますと。で、えー、一番最初ですが、えー、っと、まあ、いろんなチームがあるということで、えー、っと、課題の起点、課題を見つける起点になるために、我々って何のためにいるんだっけっていう話を考えますと。 で、タウンワークっていうシステム、ソフトウェアのソフトウェアとかサービスのビジネス構造の理解から、まあ、一番最初始めようというふうに考えまして、な、え、ん、ーまあ、でかというとビジネスが一番、まあ、我々がやってる意義というか、チャリンって言ってるのがここだからという話なんですが、タウンワークっていうのは、えーまあ、アルバイトを募集している企業さん、我々クライアントって呼ぶんですけど、クライアントさんから、えー、企業の えっと、求人情報ですね。を出してもらって、で、アルバイトを探している人たち、この人たちのことを我々、えっ、ー、と、カスタマーと呼んでるんですけど、そのカスタマーの人たちに応募してもらって、で、まあ、働きたい人と仕事を探している人をマッチングさせるというところで、えっ、ー、と、まあ、価値を生み出しているという、えー、ビジネス構造にありますと。で、 その中で、当然、タウンワークっていう一つのサービスを運営するのに、チームというか、中のソフトウェアもいくつもあってですね、例えば、クライアント様向け画面だと、求人情報を実際に入力するような画面、画面というかシステムがあったり、それをセンタライズされたデータベースがあったり、それを実際カスタマーの人たちにタウンワークっていう名前のソフトウェアとして見てもらっている。 サービスがありますとで、これは組織的な座組みの話なんですけど、我々がやっているチームっていうのは、この左側のサイト改善と呼ばれている部分を基本的には担うチームでして、UI UX、UX、えー、などの継続的な改善、解説検証しながら、えー、UI、UX を改善してで、なるべく多くの人に、えー 応募してもらうと。で、マッチングのもとを生み出していく。というのが、我々の基本的な求められていることとか、やるべきことですと,ということになりますと。で、そうすると UI、UX の改善を日々やっていけばいい。で、途中でもちろん、えっと、新しい商品とか大きいプロジェクトとかやらないきゃいけない場合もあって、そういうものもバランスを取りながらやっていくっていうのはあるんですが、基本的には UI、UX を改善してサイトを磨き込む。 う役割ですとでそうなったときに、UIUX 改善って何が必要かっていうと、いっぱい失敗するんですよね。で、これはあの私の同僚が最近、本を翻訳していて、えっと、AB テスト実践ガイドっていう本を翻訳してるんですけど、その中に衝撃的なことが書いてあってですね、だいたいこういう UIUX とかの改善っていうのは磨き込むと、成功率30%ぐらいにあの収束していくらしいです。 なので、7割はしくじる覚悟をしろって書いてあってですね、まあ、マジかよって話になるわけですね。で、そうなると、えっ、ー、と、やらなきゃいけないことは2つで、まず失敗できるようにしておく、まあ。ソフトウェア的には AB テストをやって、うまくいかなきゃ捨てられるようにする。でおよび、やらなきゃいけないことは、いかに結局数を打つかですよね。あの、圧倒的にダメなものをあらかじめまびく必要があるんですけど、当た かもしれない当たらないかもしれない。で、いう世界観において7割外すのであれば、いかに試せる回数を早くするか、いかに早く学ぶか、ということがポイントになりますと。で、そうすると、えっと、試行回数を増やすために何をしなきゃいけないかっていうと、簡単に言うと工場の流れみたいなものにしなきゃいけないわけです。案件の大量生産みたいなのをしていかないといけない。で、案件の大量生産をしていかなきゃいけないみたいなことを、 でいくとえっと我々いつも参考にしているのは、トヨタ生産方式だったり、あとは製薬理論、TOC だったりっていうのを着目していて、えー、そのあたりの考え方に乗っかると、この全体の、全体のと言っているのは、この今、右側のスライドに書いてあるんですけど、プランニング、案件を企画してから、まあ、デザイナーさんがデザインをして、実際に開発しようとなってで、リリースしたものを AB テストで回して、 まあ、うまくいったらよかったねって言って本格的にソフトウェアの本体に取り込むという一連の作業を、まあ、全体のバリューチェーンと見て、えっと、この部分のリードタイムをいかに短くできるかっていうのとこの部分の単位時間たりの生産量ですねスループットをいかに多くできるかっていうのがテーマだよねっていう話を、えっと、みんなで合意してますとで、えっと、その上で、えっと、必ず バリューチェーンって流れがあるんで、流れがあるってことは途中にどっかつっかえる場所があるんですよね。で、つっかえる場所があるんで、そのつっかえる場所から、えー、と改善をしていこうというふうに考えてますと。で、つっかえる場所のことを制約とかボトルネックというふうに呼んでます。で、えー、とこのボトルネックって話なんですけど、えーと、ボトルネックっていくつかタイプがあって、まあ、物理的な制約、あの設備とか、 人がいないいなとかいうやつですねあとはよく言われるのは市場の制約、あのニーズ飛び越えちゃってますっていう話ですね。お客さんがいませんというか、需要がありませんみたいな話。でもう一つ、方針の制約っていうのがあってあの会、会社の方針とか監修に資にするもので、結構これが多いって言,、えー、と言われていて、ですね、えー、とこの部分は結構気をつけてるんですが、えー、と我々1個方針制約を置いていて、それは何かというと、 というとあのー、基本的な日々の改善,改善というか、プロダクトを、えー、と磨き込むこと、っていうのリファクタリングなどのために全く止めることはしないっていうのを一応置いてます。継続的に価値を生み出し続けるっていうのは一個方針制約として、えー、置いてます。で、まあ、多くの会社というか、弊社もごた分に漏れずかもしれないですけど、方針制約によって、威嚇制約を生んでしまっていることって、まあまあまああるんですけど、 で我々のその方針制約が,それが正しいのかっていうのも今のところはっきりしてないんですが一旦この形でやってますという感じです。で、えっと、制約の特徴としていくつか、えっと、こういうことが制約、そこが制約だとこういうことが起きるよっていう話があってですね、えー、在庫がたまるとか処理時間が長くなるとか問題やトラブルが多いとか稼働率が上がっちゃうとかいろんなことが起きますと。で この観点で、えっと、流れを見てみると、結構開発プロセスの中に、あ、ごめんなさい、その前にお話さなきゃいけなかった。で、この辺を、えっと、よりよく見えるようにするために、えっと、スクラムフェイスっていうイベントでスクラムやめましたっていう話するのがあれなんですけど、えっと、スクラムから看板方式に、うちのチームだと変えてます。で、えっと、これは何だろうな、スクラムがあんまり良くないっていう話では全然なくて、 でどちらかというと、我々の当時のレンドが、えっと、看板で見るしか方法を見出せなかったからっていう感じですね。最近のスクラムガイドだと,、えっと、スクラムっていうのはリーに立脚してるみたいな記述があったりして、意図的にフローっていう概念を織り込んでいるというか、もともとそうだったよって形なので、えっと、スクラムでやったとしても、この流れがつっかえてるねっていうのは気づきやすかった、あるいは気づくことができたはずなん なんですけどそこは我々のスクラムレンドがあま高くなくて、一旦看板でそれに強烈,する強烈にフォーカスするっていう方法を取りましたと。で、えっと、看板方式とよくセットで語られるんですけど、累積フローズっていうモニタリングする仕組みがあってです、ねえーこのひ、この今左下の方にある図が累積フローズっていう図なんですけど、えー、っとこの上の図で見るといいかな、案件がこうどん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 。 流れていくわ中で、えっと、その流れた時の通過した数をどんどん取っていきますと、でそれを累積させて、足し込んでいくと、えっと、その工程にある、えっと、在庫量とかリードタイムが分かるっていう仕組みがあって、でそれでちょっとモニタリングをしてみると、えっとね、開発の手前で止まってしまう、つまり、えっと、当時、スクラムっぽくやってたんで、レディー会っていう。 のがあったんですよねここまで来たら開発できるんで、開発ディだよっていう状態にする、えー、とイベントがあったんですけど、それを通過してるんだけど、開発に着手できませんっていう状態があることが分かりました。なので、この場合の全体の流れでいくと、開発のところが使えてるんで、開発がボトルネックですねっていう話が見て取れますと。で、そうすると、じゃあ開発の中でさらにボトルネックになってるとこなんだろうっていうので、 工程を見に行くと、えっと、まず、まあ、在庫は一番手前のところに溜まってますと。それは知っていると。で、処理時間の話は、一旦明確に最初分からなかったんで、置いといて、えっと、問題が発生しているとか、稼働率が高いというところに着目して、えっと、全体のプロセス、開発の中のプロセスを見てみると、まあ、仕様を決めて、設計して、実装してテストをするっていう、まあ、大まかな流れがある中で、 テストするところに結構課題が起きそうだという話になりますとで。どういうことかっていうと、テストで見つかるバグが結構多くて、でそのタイミングで結構手戻りが起きたりとか、であとはそもそもテストになんだろうな結構大きな時間をかけてる。なのでテス、QA チームもいたんですけど、QA チームだけではなく、開発チームも当然テストしてて、テストが忙しくて実装ができんみたいな話が出てましたと。で、 よび、QH チームの人がちょっと超人的な作業みたいな感じでめっちゃ忙しそうだったんですよね。で、えっと、これは何だっけな、看板仕事術かなかなんかに書いてあるんですけど、超人的な作業をしているところって大体ボトルネックなんで、まあ、ここ1個ボトルネックなんだろうなというふうに思ってましたと。で、もう一つあったのは、えっと、アプリなんで、ネイティブアプリなんで、途中でクラッシュとか、途中のバグとかで、えっと、差し込み的に緊急利 しなきゃいけない場合っていうのもそこそこあって、それによって開発のリズムがうまく組めてないよねっていうのも見えていましたと。で、えっと、なので、2つ大きく課題が見えていて、なのでどっちからやろうかなと思ったんですけど、テストからやることにしましたと。な、ま、ん、あ、でかっていうとあの忙、忙しいって大体その後に後にも加えて良くないことが起きるんですよね。あの人が疲弊するっていうのは大体後に良くないことが起きると。体を壊したりする。 ことともあるしとあるるしんで、まあ、一番大きいかなと思ったんでこここにトライしてますとでこれなんだっけなんでなんだっけっていうのを、ちょっともうちょっと細かく原因分析してみると、えっと、私、地獄のスパイラルって言ってるんですけど、地獄のスパイラルが回ってることに気づきますと。で、えっと、さっきの、えー、さっき僕なん、まだユニットテスト書いてないのっていうセッションに参加してたんですけど、それとま、まあ、状況的 には近いのかなと思っておりまして、基本的につどつど、つどつどというか、毎回ソフトウェアとしての価値を積み増さなきゃいけない。で、そうなるとどうしても締め切り工動になってしまうんで、リファクタリングされずに機能追加をしちゃうと。で、そうするとだんだんシステムはレガシーのままになり、テストは増えると。で、テストが増えると開発コースが圧迫されると時間がなくなり、時間がなるとリファクタリングしてる間によりは、コース、コース、 新しい機能にってなっちゃうんで、このスパイラルが回り出すと。これ地獄ですよね。しょうがないけど地獄ですよね。っていうので、えっと、これを断ち切らないといけないね、という話になりましたと。で、どっから断ち切るかっていう話なんですけど、えっと、我々が取ったアプローチは、まず、このテストに工数が奪われちゃうっていうのをなんとかしに行こうや、というふうに考えましたと。 でこの時に1個ポイントになるのは、その改善活動をするためにコースを思いっきり取ると、それはそれで今度、開発コースを圧迫するっていう意味になるんで、あんまり大掛かりな手を取れないと。なので、小さい努力で、なるべく小さく効果が出るみたいなところからやっていこうと考えていましたと。で、そうは言っても、あのチームに意味 まあ全くゆとりがない状態なので、さすがにこの状態から改善しろって無理ゲーすぎるので、あのー、そこは最初のゆとりを確保する目的で、ちょっと別チームから強制的にゆとりを作り出すというか、別チームに応援をお願いして、えー、強制的に最初のゆとりを作って、最初の改善の一歩だけ外部リソースを使うという形にしてましたと。この辺はなんか自分がマネジメントだからできる話でしたね。あのー、他ののチームのゆとりを奪い 取っっててくるって感じで,すで、じゃあゆとりは最初持ったんで、えー、何をしなきゃいけないかっていうので、我々のコンテクストをちょっと見直しますと。で、コンテクストを見直すと、えー、っと、テストピラミッドってありますと。E2E、e、があって、インテグレーションテストがあって、ユニットテスト。ちょっとざっくりしたやつですけど。えっと、左側が理想形なんですが、我々の場合って、まあ、ユニットテストは一定ある あったんですけど、えー、とあんまり機能しなくて結局、えー、QA さんとかの打鍵のテストでめっちゃコースを使っているで一方で E2E、えー、テストもめっちゃ手動で頑張っているというあんまりバランスがいい良くない状態になっていたとで多分王道パターンでいくとユニットテストちゃんとテストのレイヤリングをしてあげてユニットテスト増やしてっていうのが王道になるんですけどそうすると最も、えー 元々もアーキテクチャ剥がさなきゃいけなかったりするんで、まあ、無理ゲーであると。で、めっちゃコースかかってしまうんで、おそらく結構長い道のりになると。そこで、我々のアプローチとしては、その構造改革をするんじゃなくて、外側からちょっとゆとりをさらに作れるようにしようという話をしました。具体的に何かっていうと、QA さんが打検テストしてくれてるんで、QA さんの打検テストを楽にしてあげるっていうやり方。 にしてますとでこれ、さっきのコンテクストの話じゃないんですけど、QA さんがやってくれてたのはだけのテストなんですけど、本質的にはユニットテスト的な内容を画面通してやってるという形にも近いんで、えっと、ユニットテスト的に、えっと、データのモックをできるような仕組み、なんかゲームでよくあるデバッグモードみたいな話ですねを作ってあげて、QA さんのコースをまず開けてあげるという形で、一番。 最初、所定を生み出すということをしましたと。で、そうすると、QA さんのテストを、テストを実施するコースが下がって、えっと、もっと本質的な、えっと、探索的テストができるようになったりだとか、えっと、開発者がやっているテストをちょっと引き取ってあげたりだとか、えっと、あとはもっとこういうふうな機能にした方がいいんじゃないだろうかっていう提言をしてもらえるようになったりだとか、というような、えっと、余力を作り出すということをしましたと。で、余力作り 出したんですけどちょっと勢いがまだあったんで、えっと、E2、e、テストの改善を次入りますとで。これも内部構造の改善じゃなくて、実は外から、えっと、外部的に、えー、っと画面比較できるツールを開発しましたと。でこれ本当は私 OSS にしたいんですけど、まだ開発のみんながなんか奥ゆかしいのかしてくれてなくて、早くしてほしいんですけどね。あの社内 E2、e、テストのツールとして、レントゲンっていうツールを作っていて、これですね。 何のかというと、画面のエレメントを、まあ、Git の差分から前後比較してくれて、ここに差分があるよっていうのを、えー、出してくれるという仕組みですと。これなので、アピウムでいうスモークテストを1本書いておくと、その上に表示されているエレメント全部見つけてくれるみたいな仕組みを、えー、とうちのアーキが作って、えー、E2 テストの改善をしようとしていますと。でこれ 実際問題としては、実は日々のエンハンスにはあまり寄与しなくて、時々あの大型かりなリファクタリング、この後で出てくるんですけど、リファクタリングするときとかに工数削減するっていうのも、えー、っていう結果になりましたと。で、こういうこともやってますって感じですね。で、えーっとまあ、おかげさまでテストの工程はだいぶいい感じになったので、次、途中のバグフィックスの差し込みに対応しようというふうに考えて 考えましたとで途中のバックフィックスで多かったの何かっていうと、バグっていうよりはクラッシュ率、クラッシュが多くて、えっと、それに緊急対応しなきゃいけないっていうのが大きい話でしたとで。ただ、クラッシュがバーンって増えたときに緊急対応はしてるんだけど、本当にこれ対応しなきゃいけないレベルのクラッシュなんだっけっていうのは実は明確な基準がなくて、なのでその基準 作りととセットでやることにしましまたとで具体的に言うと、いっ99.9%っていう、えー、とクラッシュフリーユーザーレートを置いていて、えー、置くことにして、えー、とこれなんで置いたかっていうと、まあ、ネット世界だとこれ,これぐらいあると十分というか、これぐらいで自慢できる感じになっていたんで、99.9っていうのを1回置いて、えー、それに基づいて、えー まずモニタリングをすると。クラッシュリティックス入れて、えっと、モニタリングをして、えっとで、そこから地道に改善していくと。でクラッシュリティックス結構便利で、原因とかも分かりやすかったんで、ここまでいくと結構、えっと、改善はすんなり進んで、えっと、さっき作り出したゆとりの時間、えー、QA さんが開発のテスト巻き取れるようになると、開発はその分ゆとりができるんで、こういう改善ができるようになって。で クラッシュレートが良くなっていく、クラッシュフリーユーザーのレートが上がっていくという形になりますと。で、ただ、これ1個問題があって、やったはいいんですけど、あの維持がめんどくさいんですよ。あの1回99.92とか96ぐらいまでいったのかな、いったんですけど、それを維持し続けると、維持しつけようとすると、今度日々のクラッシュにめっちゃ対応しなきゃいけなくなって、あれ、もともと 差し込みを減らしたかったはずのに差し込み増えてねみたいなことになってしまってですね、おかしいという話になりますと。で、これなんでなんだっけっていうのを追いかけに行くと、えっ、ー、と、これはアプリの構造上の問題でしたと。で、オブジェクティブ c と当時 Swift アプリ、Swift の今後アプリでやってたんですね。あの、Swift 化し始めたのが早いんですけど、えっ、ー、と、さっき言った方針制約のおかげ、えっ、ー、と、日々の エンハンスというか、日々の機能開発を止めないっていうのをやってたんで、えっと、だんだんスイフト化しようねってアプローチを取ったんですけど、なかなかあんまりできてなくて、結果、オブジェクティブシート混在するってアプリになっちゃってましたと。でそうすると、その接続部分、えー、で、ヌルハンドリングとかでうまくいかなくて、結構クラッシュ,ッシュしてしまうわという話になって、これは結構つらいねという話になりますと。で このタイミングで、えっと、これちょっと事業的な外部要因なんですけど、えっと、アプリにもっと投資してもいいよっていう話が来ていたので、えっと、なんだろうな、言い方あれですけど、手元に金はあるみたいな状態になりましたと。なので、一気に構造改革までやれちゃう状況になったんですけど、この何がボトルネックになったかというと、仲間がいないです。人が足んないっていう。で、あの、日本市場、この当時、アプリ、まあ今もですけど、 アプリのエンジニアの人ってめっちゃけうなのであの、なかなか頑張って採用しようと思っても採用できないという感じになっておりまして、で困ったので、仲間を探しにオフショアに仲間求めをしに行きましたと。で、えっと、うちの会社、オフショアやってる部隊もいてです、ね、そこに声をかけて、まあ、そこから、えっと、仲間を呼んできてです、ね、チームを作って、 えっと、ハイブリッドチーム化するっていう形になりますと。で、ハイブリッドチーム化して、主にオフシャアのチームと、えっと、日本のリーダーみたいな人を立って、立ってもらって、そういう人化を、えっと、半年ぐらいかな。で、やりきると。それまで2年ぐらいやってうまくいかないとかしたのが、半年でやりきれたんで、まあ、良かったなって感じなんですが、で、やりきりますということをしましたと。で、このまま、あの、せっかくハイブリッド体制にできたんで、ハイブリッド 体制のまま、えっと、うまく役割分担しながらチーム体制作ろうねって言ってるのが今なんですね。で、えっと、クラッシュ対応による差し込みは減ったんですけど、ま,あ、まだまだ差し込みは残りますと。で、えっと、例えばでいくと、まあ、当然バグとかがあれば差し込むし、えっと、あとはタウンワーク、基本的に UI、UX の改善が基本だっていう話をしたんですけど、当、え、然、っと、商品としての側面も持ってるんです。 で新しい商品作るからこういう開発したいという案件も来ますと。でそれは日々のや,やってることからすると、えっと、なんでしょう、差し込みっぽくも見えるんで、えっと、なんか対策が必要になると。で、この時に参考にしたのは、真横のタウンワークのウェブエンジニア、ウェブチームの構成なんですよね。で、ウェブチームの構成は何をしているかっていうと、えっと、投資目的、別にチームを 分けてますとでどういうことかというと、えっ、ー、と、今やってる UI ・ UX 改善みたいなチームがまずいますと。で、あとは商品開発をやるチームがいますと。であとは、障害対応するチームがいますと。で、それぞれチームを分けてて、それぞれその目的の範囲内で、えっ、ー、と、機能追加とかをしていくと。なので、例えば商品とかの案件をやるときは、商品チームがやるんで、そうすると、普段 えっと、UIUX 改善やってるチームは何の差し込みもなくできると。なんか突然クラッシュとか障害が起きたとしても、この障害対応とか SR チームがやってくれるんで、えっ、ー、と、UIUX 改善チームは、えっ、ー、と、差し込みは直近ではなくなるという構造にしてます、ウェブチームは。ただ、アプリチームって、えっ、ー、と、これしてなかったんですよ。してなかったのはなぜかっていうと、えっ、ー、と、もともとアプリのチーム、iOS だけで当時6、 人ぐらいかなだったんで、えっと、ウェブのチームからすると人数規模がちょっとちっちゃいんですよ。で、この投資目的別の体制って、えっと、便利なのは投資目的に応じてチームを組めてるんで、それ以外のことを基本しなくていい。だから目的が違う案件が差し込んでくるリスクは減らせるんですけど、コードベースは一つなんで、でおよび 目的は違っても、いじる行動は同じだったりすることは当然あるんで、そのなんだろうな実際リリースする段になって、チーム同士の連携というのは結構必要になると、コミュニケーションのオーバーヘッドは結構発生するんですよね。っていう、えーまあ、デメリットがあって、まあ、それを嫌ってアプリでは、どっちかというとみんなでチームの中で議論してやろうよという話にしてましたと。 なんですけど、あまりに結構差し込みが辛いねという話になったんで、えっと、この Web チームっぽく、えっと、チーム分けっていうのをこのタイミングで実施することにしますと。で、まあ、オフショアのメンバーも入ったんで、まあ、人数規模もバーンって膨れたんですよね。今,今で言うと、iOS チームだけで20人ぐらいになったのかな、ぐらいのチームにバーンって膨れたんで、まあ、その意味で分けることに意味あるだろうという形になってますと。で、 えとこういうふうに順番にボトルネックを倒してきたわけなんですが、ボトルネック倒してくると、今度、もともと開発のところで突っ返したっていうのが、リリースした後の世界で突っ返るようになってきましたと。で具体的に言うと、AB テストの待ちとか AB テストでうまく検証ができないとかが起きるんですよねで。どういうことかというと、今この図で書いたような形で、えっと、我々これまた方針制約として、一つの えと画面で複数の AB テストを同時にしないんでかっていうと、効果が混ざるからっていうことをやっていて、1画面でえとやる AB テストは必ず1個だけ、および AB テストの結果って基本的には2週間ぐらい決めると。で、なので、この部分がスロットが結構固定化されてるんですよね。 で固定化されてるんだけど、何が起きたかっていうと、例えば A 案件は、案件が1個検証してるんだけど、次の案件まで、なんだろう、もう完了してて、まだ検証できてませんみたいなことになってて、今度逆に C 案件は、検証案件が来てなくて、開いちゃってますみたいなことが起きて、結構もったいない状態ですねということが起きてますと。なので、ここなんとかしようやと、もうボトルネックが移動してるんで、 えっと、AB テストの検証っていうところに、一番フォーカスを置いて、チーム運営した方がいいんじゃないのっていうふうに、えっと、みんなで議論して、えっと、AB テストの稼働率を取るようにしましたと。で、具体的に言うと、えっと、我々よくエンハンスする画面というか、よく手を入れる画面は、求人一覧と求人詳細っていう形なので、えっと、その部分の稼働率を100%にしようよと。 いうように、えっと、オペレーションしようと、頑張ることにしましたと。で、そうなると、実はこれ、なかなかうまくいかなくて、うまくいかない理由は、えっと、これなんですよね。で、これをやろうとしたときに、なぜうまく、うまくいくには一個重要な前提条件があって、ペース揃えなきゃいけないんですよ。例えば、ABC 画面を均等に2週間ずつやるから。 ABC 画面均等に2週間ずつぐらいで開発できないとこのサイクルがぶっ壊れてあの乱れちゃうんですよね、ペースが。で実際これが起きてて、えっと、特定画面の開発があのそれまでの技術的負債の影響によって個数が大きくなってペースがぶっ壊れるということが起きますと。なのであこの案件ちょっとちっちゃいんですけど2週間じゃ終わんないですねみたいなことが起きると。でこうなると、えっと、リズム崩れるし開発 そのリソースもそっちに持ってかれるんで、他の画面も開いちゃうんで、良くないよねって話で、ここへでて初めて内部改善の話をしに行きますあの。ボトルネックとして明示できたんで。で、えー、っとなのでなのでの、なので、この部分、具体的に言うと、あのタウンワークの詳細画面という画面なんですが、その部分だけエンハンス止めさせてもらって、えー、っと、1ヶ月半ぐらいかな、かけてリファクター。 して、えっと、ペースを取り戻すってことをやりましたと。っていう形で結構、なんだろうな、ワンテンポアーキテクチャ的な話は遅らせるっていう判断をしてましたと。で、結果として、えっと、ペースは全体的に整い始めてて、えっと、スループットってこの数年、2.5年ぐらいかな。で、2倍で調子、タイミングにやっぱ上下があって、調子いいと 3倍とかいっちゃったりしますという形で、なかなか調子のいい状態にはなってますと。とで、とはいええっと、実は次のボトルネックっていうのは、もうやっぱり見えていて、あるいは自分たちが間違って、えっと、このスライドではさも成功したかのように言っているけど、この筋良くなかったよねっていうことも結構あってですね、その、えっと、話をちょっと最後にしようかなと思ってますと、えっと。例えば、さっき 高数がかかっちゃうんで、えっと、えっと、画面のリファクタリングしましたっていう話をしたんですけど、これ、案に、えっと、案件の多ものサイズっていうのはコントロールできないよねっていう方針制約を置いちゃってたんですよね。なので、多ものサイズコントロールできないから画面の方を改善しなきゃいけないっていうアプローチを取ったんですけど、よくよく考えると、多ものサイズってあの調整次第というか、開発と企画する人とか、 みんな頑張って頭をひねると、実は結構小さくできますと。で、そういう小さくするアプローチを取ってもよかったんじゃないのっていう反省を途中でしてですねで、チームの中でそういう活動を1年ぐらいした結果、結構案件小さくなって、それが一番効いたねみたいな話が、ちょうど先週ぐらいになんかレポ社内リポートで出たんで、えっと、そういう話だとか。あとは、えっと、必要十分なプロセスの見直し。えっと これは結構時々大きい障害、時々というか、まれ、あ、に大きい障害を出してしまうこともあって、そうなるとやっぱどうしてもプロセスが防御的になってしまうんですけど、その時にえっに、と、防御的になったプロセスって気づかない間にだん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 防御に防御を重ねて、なんかフルアーマーみたいになっちゃうんですよね。なので、目的を再認識して再軽量化するというか、より適切な形にし直すとか、過剰防衛をやめるみたいなことをやってたりしてます。 とかあとさっきしれっと言ったんですけど、AB テストの検証期間2週間ぐらいでっていうのは言っていて、それはあの今,の今やっている統計プロセス、これもある意味方針制約なんですけど、それがえっと今2週間っていうのを要求しているからって形なんですが、それをもっと短くできないかっていう検証もしていて、この辺も実は学びが出てきてますと。 で、さらにさらに、えっと、特に最近だと SWIFT UI とか、Android だとあれですね、ジェットパックとかの対応は、まあ、危機の課題になっている中で、タウンワークってまだその辺まで、ちょっと行って遅れている状態かなというふうに思ってますと。で、この辺も本当はやっていかなきゃいけないのに、まだ、なんだろうな、ベストでできている状態ではないので、まだまだ課題はいっぱいありますと。 で、およびちょっと学びの結果が出てるのもあるんですけど、ここでちょっとまとめるにはまだ時期尚早なものもあるんで、この辺出てきたらまたどっかで発表したいなというふうに思ってますので、ご期待いただければと思います。で、えっと、まとめとしてなんですけど、えっとまあ、何から取り組何に課題がいっぱいあって何に取り組んだらいいかわからない状態それから全体のフローを見ると。で全体のフローを見る中で、ボトルネックこれだねっていうのを見つけて、 それを倒していくっていうプロセスをやってましたと。で、その時のコンテクストに応じて何がボトルネックになるかっていうのは結構異なると思っていて、一般的にアンチパターンってされるような方針も必要であれば突き進むようにしてたりしますと。あのテストピラミッド壊れてたらテストピラミッド通りにするっていうのがある意味、王道というか正常系だと思うんですけど、我々のコンテクストでそれが難しいと思った場合に、 えじゃあ手動,手動テスト簡単にしてあげればいいじゃんっていうのは、なんかある意味アンチパターンだったかなと、もう思えたりしますと。で、まあ、そういうのも自分たちのコンテクストによっていいねって思ったら、まあ、突き進んで、だ、ま、め、あ、だったら後でなんだろう、直せばいいじゃんというぐらいの形で、えっと、考えるようにやってましたと。で、えっと、さらに、えっと、さっきの開発から AB テストを の話に来ましたけどボトルネックって移動していくんですよねこれはなんか本でも書いてありますけどボトルネックは移動するルテンする感じなのでそれに合わせて都度自分たちの解決策をえっ、ー、と見直すだから常に油断を硬直化するとなんか状況が変わっててあれってことになるんでえっ、ー、と常に見直さなきゃいけないっていうのが時々しくじってあやべえ言って遅れたとかあるんですけどうんと。 油断できない感じに、えー、とさせられて、つどつを考えなきゃいけないなっていうのを再認識してますと。で、一番最後の最後で、重要になるのはやっぱりコンテクスト理解かなと思っており、自分たちでしっかり考えて、これって本当に課題なんだっけとか、これ多分課題なんだけどどうしようとか。 そういうのをみんなで議論して考えられるといいかなと思います。で、こういう比較的アンチパターンも一定踏み抜いた我々なんですけど、その結果、前に進んだとこともいっぱいあるんで、えっと、なんだろうな、世の,世の中としてはいけてないと言われている方法だからといってやらな、やらない方がいいってことには多分ならないと思うんですね。で、そういうのの1個成功事例というか、のを参考にしていただければいいかなと。 いうふうに、えっと、思ってますと。いう形で、えっと、おしまいです。えっと、ご清聴ありが、ありがとうございましたと。はい、いう形で以上です。やっぱりちょっと早く終わりましたね。はい。ありがとうございました。ありがうございます。えっと、早く終わった。結局途中から携帯をほとんど見れなかったですね。<laughs> <laughs> あの、何か、明確にこう質問みたいなものはなかったんですけど。 ありがとうございます、皆さんああ。スライドも上げていただいてありがとうございます。バーッとます。えー、っと、そうですね。存在意義考えるのも大事ですよね。ちょっと7割そう AB テスト7割失敗するらしいですよあの。洗練されればされるほど成功率下がるらしいです。地獄ですよね、なんか。そうそう。そうそう,そう。 ああ会社システムによる制約、そうですよね。会社システムによる制約、厄介ですよね、あのー。なるべく自分たちが自覚的になれるといいなって思うんですけど、なんかどうしても、なんだろうな、特に私、マネージャーとかで、なんかレポートしてもらうとかもあるんですけど、自分が心地よいのか、全体最適になっているのかっていうのは、時々分かんなくなることもあって、 そういう時はメンバーの人に、いや、それ自分が楽したいだけじゃないですかとか言われてあ、ありがとうって思ったりしますけど、あれですね、だから、なんだろうなみ、みんなが思ってることをきちんと言うって大事だなって思ってます。強制的なゆとりの作り良さそう。あ、うん。一番最初、書店のゆとり作りは強制的にやった方がいいと思いますよ。あの現場でやろうとしても、ゆとり作るのにゆとりないっていう話あるんで、それ、 みんなが疲弊するんで。なので、なんかこの辺は明確にマネジメント頑張れって思うとこですね。えー、っと、人、時間の確保を外から調達、そのリソース調整、そこからかける費用が許されるというか、ああ、自分が材料を持ってるからできる、あそうです、そうです。どっちかっていうとそう、そうですね、この辺のお金の話はしたかったけど、したかったけど、ちょっとあんまり入れるとめっちゃ長くなるんで。 本親会とかできたらいいですかね。あ、そうですね。行動改革という、やれることそう、やれることからやらないとやっぱ辛いんで。あ、結果を次のうちにきちんと使えてて、すごい。あ、ありがとうございます。あ、過剰に防衛してる気がする。は一回議論してみるといいかもしれないですよ、みんなで。重くないうちのチームの場合は重くないって議論したんですけど、 あのやっぱ議論だと必要なんじゃないかって意見が多くて、で最後、切れた一人が勝手にプロセスを無視した形で、これでやったらいいんじゃないっていう、プロセスのプロトタイプみたいなのを作って、共有して、あこっちの方がいいってみんなに言わすっていう、なんか面白いことが起きてましたけど。ですね。そうそうそう。なんかやっぱりみんなの目線が違ったりするとね。 なかなかむずいですよね。ああ、で、プロセスケースあ、そうですね。はい。こんなとこかな。なんか、すみません。一方的にコメント見てしゃべり倒しましたけど、なんかあります大丈夫そう。大丈夫そうですね。じゃあ、時間もちょうどいいし。 資料は実はあのさっき共有したものからバッションアップされてるんで、えっと、月曜日にあの、広報の人があの出社する月曜日に上げ直しますので、そしたらまた共有したいと思います。はい、じゃこんな感じですかね。はい、では、い、えっ、ー、はいこちらのセッションは終わりにしたいと思います。はい、高橋さんあありありががととううごござざいいいままししたた 次のセッションはえー、と13時からになります。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもでした。